ああ、また足組んじゃった。え、どっちで組むの？え、右上。え、ここも。なんかこっちで組みなさいって言われた。なんで？え、なんか歪みすぎって。え、私も言われた。正体、正体の。そう。はい、ちょっと。荒木さん。荒木さん、そっか。え、そう。だから逆の足で組まないと偏っちゃうんだよね。って。組みたいならまずこっちで組んでって言われた。ちょっと告知するね。うん、告知するってカレンちゃんが。これからね、みんなご飯を食べようってなったんだけどね、なんか何食べるって話になってね、疲れちゃってね、こっから動けないの。すっごい楽しかったんだけど、すっごい疲れた。え、心も YouTube 上がってるよ。え、ゲットレディウィズミー。え、カレンちゃんからゲットレディウィズミーが上がっているという私の。イエーイイエーイ。え、もう8時なの？待ってね、もう現実時の流れ早くて。でも8時5分だよ、みーちゃん。で、リンクを貼らないといけないんだよね。え、何食べる？コーヒー。え、食べたい？と、え、マジでコンビニのさ、ラーメンとか食べたい。いいよ、何でも買ってこよ。何でも買おう。でもさ、うちなんかさ、可愛くてさ、私たち可愛くて、なんか少女になっちゃったみたいで。え、ね、本当に心やだ。本当にやだ。やばいよね。なんか今まで私と心と鈴鹿は食べれる方で、うん、それを取り柄にしてたんです、割と。そう。そうなの、食べれなくて今日朝のお弁当も食べきれないし、うん、お昼もしんどくて2人でシェアしたし、うん、本当にしんどかった。それですらガチきつかったもんね。だって今日食べ歩きしてないんですよ。え、待って、ドリンクしか飲んでないんだよ。やばくない？え、でもそんなお腹空いてないもん。え、私なんかね、違う、多分痩せなきゃ痩せなきゃで、ね、食べる量をずっと減らし続けてるじゃん。だから胃袋がちっちゃくなってるんだよ。だって牛丼大盛り食べれなくなったもん。ねえ、もう涙でお腹いっぱいだった。心たちの取り柄がないよ。でも可愛いね、涙でお腹いっぱいになって。いいことなんだよ。いいことなんだよ。可愛いんだけどさ、いらないよ。可愛くなるキャラでもなくね。分かる分かる、別に食に対して可愛くなるキャラではないよね。分かる。たこ焼き、え、ちょっと頑張ってみる。なんなら大食い企画するのかもしれない。なんなら大食い企画になるかもしれないんだけれども。うん、ラーメンとか食べたい。え、わかる。わかる、うん、え、でも私はこ、なんか、なんだろう。あったかい味噌ラーメンみたいなのが食べたい。え、ワンチャンあるよ。すごい言ったら。ないかな。マジで。え、でもさ、ベンチがないからさ。食べてもらって走ってこなきゃいけない。え、そう、じゃあ最後にセブンにしようよ。そうしよう。え、今日なんかおかしかったの。なになに？なんかバカだったんですよ、うん、なんだっけ。え、心が、うん、なんか言ったじゃん、今日プリクラさ撮った後にさ。え、なんだっけ。なんかすっごいおバカちゃんで今日やばい。そうそう、あの歩いてたんですよ、うん、歩いてて右手にね、グッズショップがあったので、ココちゃんと喋りながら歩いてて、急にココちゃん黙ってそっち見ながら、はぁって言ったんですよ。なんか、何、なんか見つけたって言ったら、え、え、いや、あって言ったじゃん。今心、あって言った言ったよって言って、いや、え、言っちゃったみたいな。気づいてないの、自分が声を出してることに気づいてなくて。ねえ、また照れた。え、本当に意味わかんなかった。しかも、え、言ってないよとかじゃなくて、え、声で出しちゃってた今みたいな。しかも別に何も見つけてなかったっていう。なんかよくわかんない、はぁっていうのがとっさに出ちゃっただけで、特に何もなかった。え、マジで覚えてないもん。なんかあったと思ってパッて見たのに、何？何？みたいな。え、本当に無意識。そう、マジで無意識だったと思う。だってなんか私がさ、パラレルワールドみたいな、不思議な、私が不思議ちゃんみたいになってたの。どうしたのみたいな。逆に、ね、どうしたみたいな。逆に、ね、逆にそうだったの。だから告知が終わってないのって。ガチで、でも楽しかったんですユニバは。こうやってやったらさ、火ってつくんだ。じゃあ、火の粉立つまでやってみる。あ、違う違う。彼に火が見ちゃった。あ、違う違う。第1号になってみるよ。本当に、やだやだ。あ、終わった。あ、終わってない。カレンちゃんは同時に1個のことができないの。マジでできないの。本当に同じ悩み。じゃあ心はまず充電をしたいの。
ラグならさ、2個させるやつ持ってきて。あ、え、てかそもそも、あ、あったあった、なんだ、優しいじゃん。なんだ、優しいじゃん。優しいじゃん。あの部屋可愛いな、あのコンセプト。なんかピンクでさ、ちょっと海外チックな写真が貼ってある。ほんとだ、おしゃれ、うん、おしゃれ。そういえば、こんなになってきたな。え、よかったね。でもまだちょっぴり痛い。カレンちゃん、告知は終わった？終わったよ。あ、終わったって。今上がったところ。ご飯行く？え、ご飯買いに行ってくるわ。じゃあみんな、また後でね。バイバイ。これは回ってんのか？赤いランプがついてるってこと。なんかさ、暗いよね。いや、そういうの暗いやん。なんか暗いな。なんかさ、ネックレス。まあちょっと。したいよね。え、そういうの？いや、まあとりあえずここはちょっと恥ずかしいから。また暑いのっすよ。ここちゃん、ちょっと荷物広げすぎかな。え、なに？これ。なに？ちょっと広がりすぎかな。ごめんなさい。うん、今早急に片付けたいと思う。だがカメラもとっても大変だ。大変だ。じゃあ後で購入品紹介しよう。え、しよう。なんかシュポパーンみたいな、うん、シュポパーンみたいな感じで紹介しよう。パーンですね、うん、よくさ、スカイピースさんがさ、やってるようなさ、あの毎月のさ、何月の商品紹介みたいな。オッケーオッケー、マクセロ。いやの、おしい。私の夜食、これは紹介しない。あ、してる。あ、今してる。あ、マジ足痛い。めっちゃ足ある。足が痛いよ。本当に足が痛い。しかもどんどんエビ出てくる。もうストッキング脱いじゃおうかな。え、脱ぎな。あー、なんかカレンちゃんが変な動きしてますけど、あそこで何してんの？脱いでいい。かわいいね、カレンちゃん。え、パンスト相撲したい。やだ、履いたやつで。いや、ほんとだよ。もう一個予備持ってくればよかった。パンスト相撲用に。ほんとだよ。天才？え、なに、天才の部屋すか。で、購入品紹介。あ、やばい。きれい。きれい。顔かゆい。顔じゃない、そこ。顔だよ。はい、じゃあ食べ物紹介します。はい、カレンちゃん、今日の夜ご飯は混ぜて食べる温玉ビビンバ540円。たまによくさ、スキンケアとか紹介するとさ、値段教えてくださいって言ってもらうことが多いので、これも値段を紹介してみました。セブンイレブン税込み583円です。ナイス。温めてもらった。私はエビとアサリの冷製バジルソースパスタ、税込み648円です。イエーイ。これなんかね、プロの、え、片岡さんじゃん。うん、アルポルト片岡シェフさん。シェフ最長だよ、イタリア料理。すごいよ。こちらの冷製さんと鶏ささみの紀州南高梅。これ美味しそうだったんだよね。南高梅、美味しそうだった。半分こ、シェアハピ。半分こと、ここからシェアハピたち。シェアハピココちゃん、一押し。博物熟成焼きイカ。おつまみカニカマ。ねえ、おじさんのご飯。本当に申し訳ないけどね。ちょっと値段わかんないね、こちらはね。ちゃんとお水ですよ。お茶ですよ。お茶ですよ。こんなもの買ってますけど。はい、まだですから。はい、19歳なので。まだですから。ほんとにシェアハッピーエイシオ。大阪の夜、え、大阪館ゼロやん。え、それはだってたこ焼きすっごい並んでて、なんかもう足痛いから並べなかった。しかも並び飽きちゃったんだよね、今日。お昼なら並んだよね。並んだね。だって今日私たち最高100分並んだから。そうだよ、珍しいよ。ほんと並んなきゃ。並ぶぐらいだったら乗らなくていいやになっちゃう。カレンちゃんとの思い出を増やす。え、超楽しかったよね。しかもでも100分あっという間だったしね。なんかしりとりしてたんですよ。全然終わんなくて、ちょっと途中から飽きてた。マジでお互い、そうで、途中から名前縛りになって、で、なんだっけ、 K が難しかったんだよね。 K でつまずいたんです。 K の名前の人がいなくて、 K 小林さんとかいろんな方いたんですけど、全然出てこなくて、後々ね、調べたら、うわーってなって、その人も全然出てこなくて、うまくね、汚さないようにして。
い匂い、めっちゃバジルじゃん。ね、平気バジルだね。全然平気。マリオカート乗って、そうなんだっけ、何話したっけ、しりとりが飽きて謎解きやったんだ。そう、謎解き。え、マジで分かんないんだよ、ここ。ちょっと謎々だ、謎々をやったんですけど、イライラしちゃってね、ダメだったあれマジむずいよ。え、本当にあれ見る人いんのかな、逆に。え、むずかった、本当にむずくなかった。わさび、うん、はい、ほーい、いただきます。え、今日マジで本当に3月の、うん、3月の、あ、そう、3月のその27にもらったのかな、このお洋服を、うん、この洋服を誕生日にもらった日から今日この日をすっごく楽しみにしてた。よかった、本当に楽しみにしてた。え、可愛かったね。可愛かった。え、すっごい話しかけられたよね。え、ね、もうついてない。ごめんね、ごめんね、ここに置いちゃったのか。ごめん、よくなかった。違う、ご飯食べるときに肘をつく私がよくなかった。ね、めっちゃ話しかけられてるね。そう、キャスト、わー、お揃いですね、かわいい、素敵。あ、頭の染めさんにかぶっとされないように、お姉さんたちももっともっとピザをかぶっとしちゃってくださいね。いってらっしゃいって言われた。一生食べられないように注意されたことと、そう、あと全身お揃いではないのよ。そう、決して。そう、これ と, 靴とさ、そう、これと頭だけで、カバンは違うんだけど、なぜか全身お揃いですねって言っていただけた、ね、すごい、頭からつま先まで全身お揃いで仲良しなんですねって言っていただくんですけど、仲良い、いただきます。あ、ごめんね、そうだよね、違う、混ぜたくなっちゃったの。あ、私もちょっと上手せーの、い、大阪の夜にあ、せーの、いただきます。マス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 、なんだっけ、マスマスマスカット。あ、それだ、ラリラリラリアット、イテテテテテ、レッツゴー。大好きスカイピースさん、いただきます。いただきます。え、なんかさ、春雨みたいなの入ってんだけど、ビビンバに、ほんとだ、初めて見た。ちょっとごめんなさい、上を混ぜます。あの、なんか辛味噌みたいなのが。いや、今日は本当にいろいろなことがありましたね。え、ね、話そうよ、あれ。あ、まだ早い。いや、まだ早い、まだ早い、食べちゃう、食べて。今日何乗った？今日は一番最初に大好きなフライングダイナソーに乗ったんです、うん、で、フライングダイナソーがあのユニバーサルスタジオジャパンさんの撮影の時、うん、CM 撮影の時に大好きすぎて3回乗ったんですよ、うんうん、で、それを踏まえて今日は絶対行けるだろうみたいな、一発目から行ったろうみたいな感じで行ったら、うん、風が強すぎてですね、今日マジで風強くて、やばかったよね。そう、あの、運転するかどうかもわからないみたいな状況が一回なったくらい風が強かったの、うん、だから乗ってる間マスクもしてるし、マジ息ができない。気がしかわかる。本当にマスクをずっと食べてたの、もう入るからコボ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 ってなってた、ずっと。マジで面白かった、溺れてたよね。溺れてた、髪の毛と、いや、ほんと、目は髪の毛に溺れて、口はマスクに溺れてて、うん、もう助からなかった。めちゃくちゃおもろかった、本当に。で、海を駆け抜けたあたりに、うん、視界が入るんですよ、髪がなくなって、うんうんうん、はっ、もう死ぬ、終わると思ったの。足元に何もない、もう、うん、レールがないやん、上についてるから、うん、あ、すぐ下海だと思ってすっごい怖くなって、すっごい覚悟したの、もうダメだってって、うん、全然帰ってきてた。え、今回何行った、すまんよ、すまんよ。まあ、そういう日もあるよね。あるある。すまんよじがつっついてくれるぐらい私のこと好きなんだね。うん、そういうこと。え、なんか今回なんでかわからないんだけど、うん、後ろでガーっていくときあるじゃん、うん、あそこがマジで痛かったよね。なんかこんな G 感じるっけってぐらい感じちゃって、うん、こんなに怖かった。私だって心に動けない動けない動けないって言ったもん。やばいやばいやばいって言って、ほんとでもね、痛かった素直に。フライングライナスの感想、痛かったでも超楽しかった、本当に楽しくて、最後も乗っちゃったぐらい楽しかった、ね、そう、フライングダイナソン乗った後にハリドリ乗ったんだよね、うん、ハリ
なんかわかんないんだけど安全確認だから強風で強風でか、うん、それでなんか作動が発生しちゃっ作動しちゃってなんか普通じゃ歩けないような場所歩いたんだよね。そう安全確認装置が作動して皆さんの身の危険身を危険から守るためにって言って、うん、普通の停車ラインより手前に止まったの、うん、アトラクションが終わって、うんうん、手前に止まって10分くらい何も音沙汰なく放置されてこれ何待ちみたいになってたら、うん、アナウンスがかかって皆さんの安全を確保するために係の者が皆さんを救助しに行きますみたいな、うん、もうガチャンガチャンって言ってあの安全のこのなんていうの鎖安全のなんかベルトみたいなやつをつけながら命綱、ね、そう命綱をつけながらめっちゃ迎えに来てくださってもう30人くらいそうすごかったよすごかったなんかヒーローが登場してみたいな感じだったよ、うん、すごいなんか希望の光が差してましたほぼ乗れたやんもう乗れたの同然なのに、うん、オレンジ色の髪が差してくれて全然乗り切って楽しかったのにね、うん、ご迷惑おかけしましたって言ってエクスプレスパスみたいなのででフライングダイナーさん最後のそうマジで1分も待たなかったいやすごいねずーっと歩いてって乗って楽しく終わった、うん、ユニマ大好きうんなんかユニバって夢の国って言われないじゃんうんでも夢の国では確かにないそうねうんけど私的には割と天国うんずっと楽しいし美味しいしでも夢の国っていうより天国みたいな言葉が似合うところだと思う、うん、うまいイカめっちゃ美味しいんだけど全部うまいやばい幸せだね本当に幸せ本当に面白かったよ思い出し話しちゃってるやめてね、おかしいの、お姉ちゃんなんかずっと思い出し笑いしてるだって楽しいけど確かに確かに実は、うん、明日のプランを考えてないんですけどそれな食べちゃっていい？うんノープランどうする？どうする？でも最後は京都駅で新幹線乗らなきゃいけないからそううん、ね、お寺系みたい城下町みたいなとこ行くねこの食べたいうんこちらは修学旅行で見たからなそう何回も見たいや今日マジで彼面白かったな何いろいろ面白かった彼飲んでた楽しかったねうんいや楽しい幸せなんか仕事じゃないできてるのが本当に変大阪にね、ね